どうもこんにちは、ギャラクシックスのクズです。今日も楽しく面白おかしくためになるベスト3を持ってきたので、ぜひ最後まで見ていただきたいのと、よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。今日はちょっとイメージの話です。出版社のイメージのお話を持ってきましたので、違うよ、ここは違うんだよってことをお伝えできたら嬉しいなというふうに思います。もしくはね、出版社というものに転職してみたいとか勤めてみたいとかっていう方もね、結構いるっていうふうに聞きますので、違うんだよってことを、僕たちの会社をメインにお話ししたいというふうに思うんで、ぜひよかったら最後まで見ていただけたらなというふうに思います。ということで、今日のトークテーマはこちら。よく言われる出版社のイメージベスト3を持ってきました。これは各著者さんたちもそうですし、いろいろ言われます。出版社というイメージはもちろんメディアとかで見られてるイメージがあるからそうなんかなと思うんですけども、意外とそうでもないんじゃないかなと。僕もいろんな出版社見てきてます、行ってますし、訪問させてもらったり、もちろん自社のことも今日お話ししようと思うんですけども、意外とそうじゃないよみたいな、でもこういうイメージ多いなみたいな、そんなベスト3を持ってきました。出版社のイメージベスト3、第3位、不健康と思われがち何やねんこの意見と思いながら、これ割と多かったんですけども、出版社って割と座ってるイメージが多いのかな。で、なんかこう作業しながらご飯食べたり、これドラマの影響でしょうねきっとね、とかっていうので、目も悪くなっていく。確かにその節もありますし、不健康って言われたら座りっぱなしの仕事で、デスクワークでとか、なんかそういうイメージを持たれると不健康って言われても仕方がないんかなって思ったりもします。ただこれは出版社によるかもしれないけど、健康は意識してます、僕たちはできるだけいい年のねスタッフもいるのでですね、できるだけ健康にはいたいなと思うんですけども、不健康に見えてるんだったら、ちょっとそれは僕らもっとパワフルに元気だよってアピールをしていかなあかんのかなとか、やっぱりこうドラマとかテレビの影響はあるのかなって思ったりもします。そんな話が多分2位も1位もあるのかなと思ってるんですけども、続きまして第2位、デスクが汚いと思われがちデスクはね、これもね、原稿がいっぱい山積みのイメージなんですよ。でもこれ僕今出版社やってるけど、やる前とかはそんなイメージやったかなと思います。広告屋さんとかね、そういうところもそうなんかもガーッと置いてるんかなと思うんですけども、僕の会社はできるだけペーパーレスというところで、原稿をね紙原稿にしてずらーっと並べたりすることはないんですけども、だから逆に言うと僕らのデスクこっちからあるんですけど、めっちゃ綺麗だったりとか、僕もよく行く出版社さんがあるんですけども、取次店さんあるんですけども、めっちゃ綺麗ですよテレビではどうしてもこうね、業務上グワーってある方が出版社っぽい、原稿があるっぽいっていうので、そういう風に見せ方をしてるんじゃないかなと思うんですけども、基本なんもないですパソコンとお水あるぐらいで、こんな原稿散らかってるとかペンパラーってなってるとかっていうのはないのかなって思ったりするんで、これは結構思われがちの、第2位にはぴったりなんかなというふうに思います。では第1位、ブラック企業と思われがち。これもだからおそらくテレビの影響なんですよね。これは僕著者さんたちからもご意見もらった3位に1位なんですけども、寝てるって言われるんですよこれね、よくあるんですよ。テレビ局ラジオ局っていうのもそういうイメージを持たれがちかもしれませんけども、夜な夜な原稿を触ってたりとか、もちろん僕らには入稿日とかっていう期日も絶対にあるんですよね。本を出版する、作業をするとかっていうのは絶対決まってるんで、そこにかけての追い込みは確かにあるけども、夜ね、毎日夜遅くまでやってるっていうのも、もしかしたらそういう出版社もあるかもしれませんけども、そういうイメージはまだ持たれてるってことなんですよね。これはメディアの影響もあるんかなと思うんですけど、僕ちょっと以前ねラジオの仕事をしてたんですよ。ラジオ局でも働いたことがあるんですけども、そこはね、なんか番組によってね、やっぱ時間がバラバラなんです。深夜の番組もあれば早朝の番組もあるんで、朝の番組やるときは夜から働いて、こうなんていうんだろうな、でも8時間で終わったことあんまないなでもそういうのは今は体質変わってきてる時代なんかもしれませんけども、あるっちゃあるんか、だからイメージはあるんかなとは思いました。出版社イコールブラック企業って言われたらちょっと怖いんで、僕らはできるだけきれいにね、会社を作っていかんとあかんなですけども、意外ときれいにやってる会社も多いなっていうふうに思ったりもするので、これはあくまで皆さんのイメージのランキングなんで、そのままお伝えしてますけども、なんかあんまりイメージないなということで、本日のランキング第3位が不健康と思われがち、第2位がデスクが汚いと思われがち、第1位がブラック企業と思われがちという、あんまりいいイメージなかったね著者さんたちも結構心配してくれるんですけども、あんまりイメージなかったなと思いながらなんですけど、まあ、楽しく健全にやろうかなと思ってるんで、引き続きよろしくお願いします。何の参考になったやろ今日ということで、ギャラクシーブックスのカズでした。また。